南西町は、かつて、三重県渡来郡にあった町。2005年10月1日、隣接する南東町と合併して、南伊勢町が発足し、南西町は廃止された。島半島の南端部、渡来郡の南東部にあった。南は、太平洋の熊野灘に面し、リアス式海岸が発達していた。町域の中央部に5カ所湾があり、その湾口は約2キロメートル。 奥行きは約7キロメートルである。山岳水域当初東は桜山とその山系を境にして、島市と北は県峠やキレゲン峠やカジヤ峠を境にして、伊勢市と西は牛草山や大鳥坂峠や三浦峠を境にして、渡来郡渡来町や南東町と接していた。1955年の合併以前の5自治体をそれぞれ地区としていた。 お地区には、計十九区の行政区域があり、区民が選出する区長が置かれていた。伊勢国及び、伊勢市の南にあることから名付けられた、いわゆる方角地名である。また、南西は、三重県伊勢島を指す、地域名でもあるから広域地名でもある。日本におけるカラマンダリン栽培の発祥の地である。三重県立南伊勢高等学校南西校社見重交通5カ所バスセンター。 アイスの館かつて南西町には以下の映画館があった。1960年の渡来軍には16館の映画館があった。1960年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。